チャチャの鳴き声が聞こえ。マイク。気になるな。あれ、毎回やられるんだよな、うつは。割れたりしないけどさ。あれ、どう思ってんの？あれ、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 よくないでしょ、あれ。ねえ、ちょっとね。こいつははい、一回止めましょうね。最近ね、暑くなってきて食欲少なくなってきてる猫ちゃんもいるんじゃないですか。ね、相変わらずちょっとさ、こんな感じでご飯ちょうだいって言うんだけど、いつもよりは食欲が少なくなってるんだよね。まああれでは別に心配してるほどじゃないんだけど、本当に若干の変化なんだけど、ちょっと残す、まあ、猫の習性でもある、食べに来るんだけどねっていうのがあるんで、ちょっとこの子にね、おいしいおいしい手作りご飯を作ってあげると思いますね。グルメではないね。よいしょ。ダウン。ちょっと服は。焼きささみ。ね、ささみ混ぜると食欲アップしますよとかね言うんですけど、僕は市販で買ってきたもののこちらを使いたいと思います。うちにあるものはね、まあ基本賞味期限切ってないんだけど、長く置いてあったりするからね、毎回賞味期限を確認してからね、やらないとダメです。カニカマ味って書いてあるよ。なんかもう食べてみたくなるよね、実際人間が。美味しそうだもん。ちょまだ食べないでね、混ぜるの。これはドボって上にささみを振りかけるんじゃなくて、混ぜると警戒心がなくなるからいいよっていうふうには書いてありますよね。あ、何？ちょちょいいじゃん。ちょちょ食べるじゃん。ちょっと待って。まだ美味しくさなってからの方がいいでしょ。絶対これ懐石と混ぜた方が美味しいよ。ね、今日は特別だよ。二人とも我慢して、まだ。うん、美味しそう。マルコ。やめられないですね。ちょっとだから少なめにしよう、こっちは。お魚入ってるかな。お魚、お魚。よし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 。ちょっと待って、待ちな待ちな待ちな。やばくない？すごい美味しそう。すごいね。じゃあはいはい、食べましょう。どうぞ。どうですか、どうですか、美味しいですか。うん、どうか食べてる、どっちから食べてる。ささみ食べてる。ささみ、甘らぐささみ食べた。ちゃちゃはちゃみ食べてる。ささみは、ささみ食べれた。ちゃちゃささみ食べとるかわからんな。まるくん、ささみからいっとるな、これは。音からして、ちゃちゃどうや、ささみか。うん、あ、ささみいっとるが、いっとるが。ちゃちゃかわいいな。もうちょっと近くで見してくれん。おいしやろ。どうどうどう。どうだろう、全部食べるかな、一気に。納豆みたいにも見えるけどね、納豆も美味しいからね。だけど、むしゃ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 、美味しいな。まるくん、ささみなくなってもらうから、先に。ちっちゃ、均等に食べとる？見た目も最高だから。手洗う。自分のご飯より先だよ。そうだ、実際これ全部完食しまうかする。ちゃちゃまだたくさん。マロン君なくなってもらう。マロン君はね、相変わらずちょっと残しでね、後から来るんだよね。さあどうなんでしょうか。何を残すのか、どれぐらい残すのかっていうのがちょっと気になるところ。いつもより食欲アップするのでしょうか。ちゃちゃゆっくり味わって食べるね。咀嚼音を聞いてください。ささみの音や、ささみの音や。咀嚼音がなかった。
あ、ささみの音もいいね。くちゃらになってください、ぜひ。ね、美味しそうに食べて。美味しそうに食べてるの見るのがね、うん、喜びですから、僕らのね。あ、マロン君全部いきそうだね、これ。どうなん、どうなん。逆にチャチャすごい遅いぞ、食べるの。あれか、苦戦しとるんかな。でも、細かく切ったけどね、ささみ。あ、すごい。やっぱ効果あるんだ。マロン君、一気に完食した。ね、最近はちょい残しやったのに、ずっと。ささみ効果すごいね。やっぱ見た目も大事なんかな。美味しそうやもんね。美味しそうやったもんね。お姉ちゃんの方見て。あ、ささみってささみ。こっちのさ、カリカリフードより先にささみいっておる。ちゃちゃ。お、ささみのとこ行くやん。あ、狙ったね。あ、あ、今回はカリカリでした。ささみ狙ってるけど、カリカリが入ってきちゃうっていう節あるな、これ。そこら辺だって下ついてるもんね。下狙ってるもんね。あら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 、ほらほら、絶対そう、絶対そう。今、ささみ食べれた。ささみ食べれたね、ちゃちゃね。おいしい、おいしいね。よかったよかった。適当なんだね、猫って。適当に舌をこう出して、マルク、マルク、すごい今安心してるのは、あ、ちゃちゃ終わったわ。あ、チャチャはいつもと同じだった。チャチャが残す分にはいいのよ。マロンくんが残すね、チャチャが食べに行っちゃう可能性があるから、そう、何でも食べれた方がいいじゃん、おやつって。チャチャどっちかというとね、好き嫌いあったから、マロンくん何でも、マロン、え、ダメじゃん、マロンくん食べたら。え、マロンくん食べに行ってんじゃん、まさかの。違うよ、お姉ちゃんのよ、それ。ね、チャチャちゃんとダメよ。食べないでねって言って。なんか、え、なんで、言わなあかん、チャチャ。食べないでって。ちゃちゃ、ちゃちゃ食べなか。あれ？あれ？恐れてもいないけど、あってはならないことが。え、なんかすごい逆転現象起きたんですけど、すごい今まではあのこの家には考えられなかったことが起きましたよ。ちゃちゃ最後まで食べれますか？もうささみはありません。すごいさ、逆転現象が起きたの。マロンくんが食べに来るんだ、ここに。今までそんなことなかったのに。相当美味しかったんだろうね。